はい、アイマスクです。
実際体験してみると全然もう思っ想像以上に難しいです。やっぱそうですか。はい、目が見えるっていうのはなんかすごく大事って思います。これは今目が見えないから、目が見えない人はどういう生活をしているのか気になるんですけど、すごいと思いました。いや参加してみてよかったです。いろんな年齢層の方と触れ合いの、ね、すごく楽しいです。やっぱり体験してみることでやっぱり分かることも多いと思うので、今後の、ね、生活にも生かしてもらえたら嬉しいです。なかなかのアイマスクをして目が見えない状態で動くっていうのは本当難しいし怖いと思います。僕らちょっと見えるんですけど、社会に全く見えない人とか耳の聞こえない人がいます。その時にみんなが暮らしやすいように、みんなが優しさを持って生活していただければ、僕たちもすごい助かります。最後に最後チームでは戻ってくださいという時に、小学生の2人の男の子が僕を教えてくれて、こっちのチームだよと教えてくれて、どこのチームに行けばいいか分からなかったんですけど、声をかけてくれたのがすごい嬉しかったです。ありがとうございました。はい、じゃあ僕からメッセージです。
どうしても障害があるとかっていう話になると、バリアができてしまうんですよね、心に。ちょっとかかりにくいなと。でも、それをなるべくこうフランクに、今日で言うとブラインドサッカー、見ることが苦手な方たちもいるけれども、楽しい遊びの中で楽しめる、気軽に楽しめる遊びの中で、彼らのブラインドの方々の気持ちを分かったり、そうすることで遊びの中で、心がほぐれた状態だからこそいろんなアイデアが出せる、活かせたり、お互いとうまく関わったり、そういったことができると思います。で、僕も、ブラインドサッカーを通じて、たくさんのことを知らなかったんですけれども、たくさんのことを知ることで、いろんな関わり方、言葉のチョイス、選択の仕方、表現の方法、いろんなものを学ばさせていただきました。ぜひ自分がこうやってアビスパに関わって、ブラインドサッカーに関わって得た経験をぜひブラインドサッカー、アビスパ福岡で関わる皆さんにお伝えしたいなと思って、今日はこういう内容でお届けしました。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。